介の絞り方だったり、面接の受け方、あとは自己分析の仕方などを質問してもらいました。私たちや就職キャリア支援課などを活用して頑張ってほしいなと思います。対面でこうやって人事の方と直接お話ができるので、やっぱ文面上ではわからない雰囲気とか人事の人たちの間のテンションとかがすごい分かりやすかったので、どんな会社かなっていうのをイメージしやすくてよかったなと思いました。全日程参加してます。自分のちょっとやりたいことっていうのもちょっとずつ見えてはきてはいるので、これから就職活動頑張っていきたいと思います。